皆さんこんにちは、オルタナチャンネルのナイトです。ウィン渋谷ジャパンです。まあ結構ファンミとかイベントとか多いけど、意外にさ、俺ら視聴者さんがどういった生活してるとかあんま分かんないじゃん。そうだね。テレビ東京で家ついて行っていいですかっていう番組があるのよ。はい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 。あのこれはなんかその終電を逃した人に、まあ家ついて行っていいですかって聞いて、なんかその人の生活というかヒューマンドラマを見るっていう。なるほど。だから今回は俺たちの視聴者さんの生活の実態を、そう、今回は視聴者さんに、まあ、タクシー代払うんで、家ついて行っていいですかって聞いて、実際どんな感じの生活を送ってるのか。確かに、普段のやり取りってやっぱコメントとかのやり取りだから、実際どういう生活してるかっていうのは全く分かんないから、もっと視聴者さんのことを知ろうってこと。知ろう企画。それは確かに面白いかもしれないね。だからちょっと今日は、まあ今ちょうど18時15分で、まあ夕方のちょうどまあ帰宅時間。そうだね、大体それで、まあ帰り際にその家ついて行っていいですかって聞いて、ちょっとついていこうかなと。なるほどね。なるほど、斬新な YouTube。 うわーすごい。ヘリが家ついてていいですか。いや無理だよ。じゃあもう早速ちょっと探しに行きましょう。行きましょうか。その一人暮らしの人を狙った方が確率は高いと思う。まあそうだね、実家とか難しいもんね。そうで、しかも男の女性の一人暮らしも結構やっぱ抵抗あると思うから。まあ確かに男の大学生とか一人暮らししてるとか、あとなんかルームシェアしてるとことかだと結構招き入れてくれやすい。そうだね。ダダン、意外に人いないか。お前と待ってみる。そうだね、ちょっと待ってみるか。あ、YouTuberっすよね。あ、そうです、そうです。すげえ。ごめんなさい、名前わかんないです。名前わかんないですか。妹が好きなんです。あ、そうです、そうです、そうです。おー、ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは。じゃあで、一人暮らし。一人暮らし、一人暮らし、一人暮らしか。こんな生活してるのか。泊まるわけじゃなくてチラッと見たいだけなんだけどな。いやー、難しいのかな、やっぱり。一人セーフがすごい。おーちゃん、家に行ってもいいですか。ごめんなさい。残念。今視聴者さんの家に行かせてくれる人を探してるんですよ。一人暮らしですか。いや、実家で。あ、実家か。そっか、実家だって難しいか。あの今企画で視聴者さんの家に遊びに行こうって企画を取ってるんですけど。あ、そうなんですか。家行ってもいいですか。一人暮らしですか。いや、お母さん。あ、そっかそっか、実家か、実家か。ということで大阪から来ました。え、マジですか。え、どこから。大阪です。大阪。そっか、今視聴者さんの家に遊びに行ける視聴者さんを探してたんですよ。大阪は。そっか、厳しい。俺たちの視聴者さんの家に遊びに行きたいなっていう企画やってるんですよ。家に遊びに行ってもいいですか。今から家遊びに行ってもいいですか。視聴者さんがどんな生活をしてるのかっていう。めっちゃ部屋っぽい。カメラとかって映っても大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。紫の髪めっちゃかっこいいですよ。染めました。すげえ綺麗に染まってますね。で、今回新たな企画をやってて、はい、ちょっと視聴者さんの家に遊びに行くっていう企画やってるんですよ。はい。ちなみに一人暮らしですか。はい。あ、一人暮らしですか。一人暮らしです。え、家はこの辺東京ですか。東京です。今からオルタナちょっとお家に遊びに行ってもいいですか。大丈夫ですか。マジですか。本当っすか。やった。マジですか。やった。いや、全然大丈夫ですね。泊まるとかじゃなくて、普通に視聴者さんがどういう生活をしてるのかっていうのを、はい、ちょっとまあ映せないものとかいいんで、はい、大丈夫ですか。本当に大丈夫です。嬉しい。じゃあちょっとこれから、これから帰るところ。帰るところですか。じゃあのタクシー代は出すんで、ちょっと家まで行かせていただいてもよろしいでしょうか。うわ、ありがとうございます。さあ、ということで今からお家に遊びに行きたいと思います。いやー、なんか不思議な感じだね。本当、もう今さっき会ったばっかりなのに家に遊びに行くっていう。楽しい。じゃあちょっともう仲良くなるためにあだ名決めてもいいですか。あ、いいですよ。なんて呼ばれてます。普段は梅ちゃんとか。あ、梅ちゃん呼びやすい。梅ちゃん。はい。じゃあ俺の子はナイト。ナイトさん。ナイト。渋ジャパで。お願いします。え、普段は学生さん。はい、そうです。あ、そうなんだ。美容学生。いや、普通の4年生大学で。あ、ええ。YouTuber 結構見るの。そうですね。なんか大学入って友達の紹介とかで。ああ。で、紫色でおしゃれ。俺も一時期ね、紫色に染めたんだけど。内藤さんが一回赤にして、渋ジャパが金にしたとき。うん。
うん、あの時から、あもう染めたいなってずっと思って。いや、それきっかけで染めたいなと思ってた。嘘、マジで人が見えて、すごい繋がりだなそれ。1時間前なんで全然想像してなかったからね、はい、みんなこの出会いね。このまま帰って一緒に寝る感じだった。俺田中家に来るっていう、はい、めっちゃ話盛り上がってるじゃん。いや、で絶対梅ちゃんモテるよね。梅ちゃんモテる、モテる、全然全然話しやすいし、うん、でしかも髪型もねパシッと決まってて、いやこれから大学生活楽しいだろうな。俺ももう一回やりたいな。いいな。バーベキューしてで夜は花火でちょっと抜け出して、いやー羨ましいな、おい。羨ましいな、おい。いやもうおじさんじゃん。おじさんだよ。こういうおじさんいるよ親戚に。もう普通に若い子に絡むおじさん。若い子に絡むおじさん。好きな人はいるの？おじさんだよ。自分だとおじさんだよ。可愛いな、めっちゃ。いやいや絶対モテると思う。絶対モテる、絶対モテる。2年後とかチャラくなってんだろうな。じゃあ梅ちゃんの家に着きました。さあ、ついにお邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。不思議な感じだな。確かに不思議な感じ。出会って1時間もう早速家の中に。いやもうそれがリアルだから。じゃあありがとう、お邪魔します。あれサッカーやってるの？サッカーやってる、バドミントン。あ、ちょっとバドミントンのシューズ。シューズ。おー、そっかそっか、バドミントンでね。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。あ、おしゃれじゃない？いやいやいや、そこ大学生。おー、めっちゃおしゃれ。おしゃれ、綺麗に統一されてるよ、これ牛から。すげえ。え、これ自分で作ったの？牛。しげだろ。牛さばいてないでしょ。牛さばいてこれやったよ。綺麗にしてるね。いやいやいや、だまだ住んで2ヶ月ぐらい、2ヶ月半ぐらいです。2ヶ月半ぐらい、大学入学して初めての一人暮らし、はい、高校は男子校で、はい、そんなにもう部活漬けみたいな感じだったでしょ。はい、一応バドミントン部だから、はい、ラケットがえ、ちょっと見せてもらってもいい？そう、渋ジャパンね、バドミントン部だから。そう、バドミントン部。7スピード。あー、懐かしい。わかるの？わかるわかるわかる。あるあるなんだ。自分で中学の時のです。ちょうど2つあるからちょっと対戦してみてよ、家の中で。スマッシュ打ってみて。家の中で。バドミントン。あ、で自炊してるっていう言ってたもんね。はい、そうです。なんかおしゃれな調味料が。今こんなのあんの？はい、ちょっと自分でいろいろ好きなの。これがレインボーペッパーで。レインボーペッパー何それ？初めて聞いた。ブラックペッパーとホワイトペッパーとピンクペッパーとグリーンペッパーって言って、うん、違うんだ、いろいろしっかりやってね、自炊して、はい、お米もとかもあるし。そうです、うん、本当だ。で、ちゃんとね、チンスコもあるからね。お土産でもらったチンスコもあるからね。これでね、はい、彼女さんとかね。いや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 、夢のまた夢で。ちょうど二人掛けでね。え、女性は来たことあるの？友達が来たことは。友達が、はい。本当に友達なの？友達や、友達。本当に友達かな？おしいおじさんだよ。親戚のおじちゃん。男でさ、こんなしっかりいろんなものをまとめてるの、うん、なんもないでしょ。男でこんな一円玉集めてる人いないような感じ。何の一円玉なのこれ？趣味。趣味？斬新な趣味だね。趣味で。一円玉集める趣味。ぐるみもあったり、ね、これちょっと意識してるでしょ。いやいやいや、女の子が来た時に小学校入る前からのずっと思ってる。何それ、何それ、かわいいエピソード。好感度上がるわ。これもだって、何これ。あ、それも小学校低学年から使ってる。何それ、かわいいエピソードありすぎでしょ。好感度絶対モテるでしょ、梅ちゃん。俺もこういうの小学校から使っとけばよかった。もう遅いね、今から使い始めて遅いもんな。梅ちゃんどうだった？オルタナに会って。え、なんか最初は緊張したけど、なんか全然親しみやすくて、うん、あ、本当に？なんか撮影してない時も、うん、撮影してる時と同じテンションで、うん、なんか楽しくて。そう、全然ね、変わん、もう普通の人でしょ、俺たち。もう、本当に何にも変わらず、何にも変わらず。もうどこにでも歩いてる人ですから、もうこの辺に。普通に、至る所にいますから。あんまないからね、そのイベントとかでも、うん、会うけど、そこまで長いこと喋るって、そう、じっくり時間ないじゃん。そう、どういう感じで見てるのかとかね、わかんないよね。最後聞いとく、意外にこれ、今まで聞いてなかった質問なんで、うん、一番好きな YouTuber。これは本当にこれ聞いてなかったよ。これは俺たちがいるからとか関係なし、関係なし、もう今日会ったこととかも抜きにして、はい、いきます。それでは発表します。ゆめちゃんの一番好きな YouTuber は寿司ラーメンリクです。
めちゃくちゃ面白いけど。それはしょうがないわ。しょうがないか。確かに。